ースがお届けでしょうか。ピッチャーにはオールパシフィック監督の東尾治さん、そしてバッターにはオールセントラル監督の長嶋茂雄さんです。オールスター45年の歴史の中で監督による始球式は初めてです。しかもこれは決着がつくまでということです。マウンド上でウォームアップを行います東尾監督に試合前を聞きますと、インコースは攻めますかというと、今のミスターはインコースはおそらく腰砕けになってしまうでしょう、ですからアウトコースへのストレート、勝負になったら変化球を使います、内野フライに打ち取りたいですねと言っていました。さあピッチャー東尾、キャッチャー古田、バッターボックスは長嶋さんです。第1球アウトコースへボール、長嶋さんのフォーム変わってませんね。いや真剣ですね、さあ2球目だ、打った、セカンドの後ろを越えてライト前ヒット、ライト前ヒット、長嶋監督ライト前ヒットです。長嶋監督見事にライト前ヒットを放ちました。打たれた東尾監督も笑っています。いや見事なヒットを打ちましたね。監督真剣でしたね。もう一度見てみましょう。さあこの場面です。真ん中高めをね、やっぱり現役の当時のバッティングと変わらないですね。変わらないですね。そうですね、うまくミートいたしました。もう一度見てみましょう。高めいっぱい、あれがボールかも分かりませんね。東尾監督もかなり真剣に投げてましたね。そうでしたね、現役時代と全く同じフォームです。この目を見てください、この目を、そしてこの打った瞬間、すごいですね、すごいですね、